おはようございます。おはようございます。10月の9日土曜日朝のお散歩です。今日はね、江戸川河川敷に来ました。あれが行徳橋っていうんだったっけな。一昨日のね、地震で電車止まっちゃって、あそこ歩く羽目に なろうとなりそうだったんですけど、止まったんで、電車が動き始めたんでよかったです。まあ、それでも葛西から妙殿まで歩いたんでね、まあまあ疲れました。7キロぐらいかな。はい、ピースケ君、お座り、お座り、タッチ、よしね、暑すぎず寒すぎず、まあ寒くは全くないですけどね、いい天気、いい気候、まだね、水温はちょっと高そうですけど、気温は今バッチリだよな。でもって今日は父ちゃん2回目のワクチンです。まあ、ファイザーなんでね、そんな大したことはないと思うんですけども、副反応ね、まあでも2分の1ぐらいで熱出たりするっていうようなこと聞くんで、大丈夫だと思うんだけどな。どうしたの、はぁはぁはぁしてね。お座り、はい、いい子ちゃん。はい、じゃあ今日のお散歩動画これで終わりますね。ピスケくん、お座り。じゃあまた明日、バイバイ。